2023年、3月の、22日、スポーツのそのワールドベースボールクラシック優勝おめでとうの、まあまあメッセージというか、まあその後の続きなんですけども、最後、トラウト選手に対して大谷翔平が、ど真ん中にストレートを2球投げ込んでるんですけども、なぜマイク・トラウトほどの選手がバットにかすりもしなかったか2回とも、これ仕組みあるんですよ。しっかりとした仕組みが。これ大谷翔平ももし身につけれるんだったら身につけてほしいんですけども、藤川球児が上手かったんですよ。彼ね、先にブルペンにいるときに、カメラに映ってるときに、僕に力を先に渡してくるんですよ。で、法律の世界でも民法で年5分の金利とかいろいろあるんですよ。で、礼儀の世界ではのしをつけて返すっていう言葉があるでしょ。お礼をいただいたらそれ以上のものをお返しするっていうね、そういう、誠意や姿勢に対してこちらも誠意を見せると、まあ、そういう良い文化ですね。だからその分 それを利用して一旦藤川球児からもらった力を、さらに僕の力を思いっきり上乗せして、しやすく、これね、力の渡し方が、たくさん力渡したいのに、渡せない分あるんですよ。何かがリミッターはあるんですけども、けどその仕組み使ったら、多くの力を渡せるんですよ。それが、その正体が、藤川球児のストレートが来ると分かっていても打てなかった火の玉ストレートと呼ばれていたストレートの正体なんですよ。バッターがストレートを投げ込んでくるって分かっていても空振りしちゃうんですよ。これが神がかり的な力の世界なんですよね。ワールドベースボールクラシックが終わった後、いろんな番組が、ワールドベースボールクラシックについてね、取り上げていて、お祭り騒ぎの、感動とか、一般の人たちの、号外を試合で、奪い合いみたいになってるところね。あれ、もともと神やから、あんな取り合いになったら破れるから、みんなちょっと落ち着きんなと。もう試合決着ついて日本勝ったぞと、いうようなところなんですけども、イデオンみたいになっちゃう、ね、人が押し合いになったら死亡事故につながりますからね、危険だから。それはさておき、そのからくりのシステムなんですけども、僕もだから神がかり的な力でね、僕どこまでたどり着いてるかって言ったら、台風消滅だとか出現位置をもっと東にずらすとか、他の動画でも説明しますけども、台風が発生してるところってミッドウェーの海戦のところなんですよ。日本とアメリカは第二次世界戦争で総力戦したでしょ。世界で一番悲惨な戦争をしたのって日本とアメリカなんですよね。だけども、今は友達になってる。仲が良いと。だからそういうところは世界の首脳の人たちに対してメッセージで、お互い隣国と仲良くせなあかんっていうところで、日韓関係とか日中関係とか、巻き返していったんですよ。中国側もそういう姿勢を受け止めてくれて、安倍政権の時に。で、これは民間の勝利だっていうことを、向こうはメッセージで僕のことを評価してくれて、新聞でもそれ全国紙で、僕の名前は出てないですよ。僕の名前は出てないですけども、これは民間の勝利だっていうことで、僕を立ててくれたんですよね。習近平国家主席が。だから3期目もお願いしますって話通りやすいですから、いがみ合っていたって。そんなもん経済でも仕事でもお互い足引っ張り始めたら仕事は仕事になんないでしょ。それと同じなんですよ。もう国連ができてるんだから、本当はもう世界でまとまっていなきゃなんない。だけども、喧嘩なんかしちゃったら、もうあの世の人たちとかお怒りになるから、だってもう絶対あの世があるって本当に。僕のホームページ、淡井圭介の履歴で、僕の顔のね、写真を3つ載せてますけども、運転免許証と、ベルシステム24で働いていた時の、顔写真とね、それと、マイナンバーカードの写真、それ詳細、マイナンバーカードが精神病院に、外遊させられていた時の顔で、免許証の時の顔が精神病院に、通院させられてない時、入院させられてない時の写真であって、で、ベルシステム24で働いていた時の写真が、ああいう顔なんですよ。同一人物に見えないでしょ。今の動画見てもらってどうです？時間軸として僕、
ベルシだからそれその人が若いだけなんちゃうん、この頃が何年でこの頃が何年だからそう見えるんちゃうん、違うんですって。今僕の顔見てどう思います？そんなに変な顔になってないでしょ。でちょっと寝不足だからね、まあちょっとこの辺とかシワ出てますけど、まあこの辺も本当はほうれい線って呼ばれていて、法律の方なんですよ。法律の方と霊、あの令和の霊、法令の世界なんですよね。だから法律違反を何かしてるような形等があったら、こういう風なものが出てきたりとかね、そういう部分もちゃんと睡眠を得て朝起きた時はこの線なかったのにな、何であるんだろうっていう気づきからね、自分からの自己観察で気づくんですよ。でこれ面白いことを教えておいてあげます。落ちてる道端とかに落ちてるタバコあるでしょ、あれ法律違反なんですよ。不法投棄。それ見ながら、それ思ってください。治るから。ここの、線までが治らなかったとしても、ここの中の皮膚のところの水分みたいなものが、何かちょっと乾いてるなっていう感覚、ある時とない時あるでしょ。取られてるんですよ、それ。だから僕は取り返す方法とか、そういう部分も含めて、自分で自分の顔をもっと良くする方法とか、神がかり的な力で、方法知ってるんですよね。でもっといい顔のバージョンもあるんです、本当は。まあ別にそこにまで僕は顔にこだわってないし、麻生太郎さんもその自分の麻生太郎さんって顔が歪んでる時の映像は結構あるでしょ。そのだからマスコミの方でね、社会的にね、なんかまあ怖い人みたいな扱い方を、まあ昔麻生太郎さんが総理だったんですけども、今もう副総理だと思うんですけども、マスコミがそういうふうに扱うものだから、まあそれが一番の影響じゃないかなとか思うんですけども、僕はちょうどテレビを見ている時に時間軸違うんですけどね、もうおそらく国会議員の人たちも承知です、どういう状況かっていうことね、麻生太郎さん、まあ、考えてる内容によって言葉に出さなかっても麻生太郎さんの顔が歪んでしまったりとかね、だから自分の考えてる内容とかだけで、その淡井圭介という存在が世界中の政治とかにも関わっていて、為替相場から原油価格まで動かしてきた部分があるから、それはエシロンというものが記録していて、で未来の人たちがきっとそれ見てると思うんですよ、その記録をね、世界の政府の上層部の人たちが、で多くの国の、まあ、未来の人たちが淡井さんってどんな人だったんだろうっていうことでね、確認してこの人の言ってることこれ本当なんていうところでいろいろ検証とかしたりとか、まあ、そういうことがねして、みんな真実っていうものに近づいていくんだと思うんですけども、裁判所では真実が全てです。エシロンとか、スーパーコンピューター、神がかり的な力使います。人間が言葉を発して神がかり的な力を使用している部分ももちろんあります。それによって人間の音声を収音している以上、それを再生することによってたったそれだけで同じ神がかり的な力が使えてしまったりもする部分からきっとあると思うんです。これが一つの解明なんですよね。それ見破れなかったら、コンピューターの特許一番たくさん持っているのはアメリカだから、そういう部分でもスポーツの部分って実はあると思うんですよね。もういろんなことを経験して、もうそれ言い始めたらちょっと気になくなってくるんで、今日その、もうすぐフィギュアスケートのその、世界大会あるから、国別対抗戦が。で、それに備えなきゃなんないから、ちょっともうそろそろ対応しなきゃなんないんでね、力、かすんで、渡すんで頭の中とかね、体温だとか、腕の力、足の力とか、まあフィギュアスケートだったら、体幹とか足の力の方、と頭の中かな、そっちの方が重要かな。まあけど手の力もあった方が綺麗な演技は多分手を動かした時にできるんだろうなっていうのはあるでしょうね。まあ他にも物理的な法則とかね、作戦とかいろいろ他の種目だったらあるし、まあいろんなことを柔道とかなんだかったかな、スケートの3人揃って滑る競技、あれについても、スピードスケートもそうだけども、ああした方がいい、こうした方がいいって、オランダが強いから、ずっとメダルと
取ってるところは強いところは絶対何かあるっていうことで、もう武者修行しに行って自分でその目で確認して、どんな練習してるのかって、どういうマインドでどういう理由でとか彼らのことを聞いていたら、それを発見で分かるからっていう 強さの理由が言ってきた方がええっていうことで小平直が行ったのかな。高木姉妹は違うのかな。小平直に行ってもらって、それを持ち帰ってきて、日本人に伝えてほしいって言って、で、まあ強くなってるんですよ。で、それを伝えてもらって。で、まあその3人の種目に関しては、スピードスケートってスピード出るから、普通に走るより速いから、僕、オートバイとか乗ってたから、その空気抵抗っていうのをすごくどれぐらいあるかってわかるんですよね。だから、あれ、何周もぐる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 回るから空気抵抗が体力のロスについて結構バカになんないんですよ。だから一番先頭の人を途中で入れ替えたりするでしょ。一番先頭にいる人が一番空気抵抗を受けて体力ロスしやすいから、どんなタイミングでとか、それはもう何回も練習して、どれぐらいお互いの体力は今どれぐらいで、どのタイミングで交代していくかと、あと究極の理論で、これリスクはすごく伴うんですけども、極限状態まで隊列を縮めた方がいいっていうことは僕は提案したんですよ。もう一か八か、もうオランダに勝つにはこれしかないっていうことでね。オランダは背の高い選手を揃えてきてるんですよ。足のスライドは長いんですよ。一蹴りでたくさん進むでしょ。ウサイン・ボルト選手もそうだったんですよ。ウサイン・ボルト選手は43歩で100メートル走り切るんですよ。背高くて足長いから。あと脚力があるからね。けども、他の国の代表の選手たちはみんな44歩で100メートル通過するんですよ。だから、オランダの選手の方が優位かって思うでしょ。けど、オランダの選手は、その種目に関しては、背が高いから、幅がね、隊列の幅がどうしても広くなっちゃうんですよ。それだけ、空気抵抗を、縮められないんですよ。2番目、3番目の人の受けてる抵抗、空気抵抗。日本は背は低いけども、隊列を極限まで縮めてるんですよ。触れるか触れないかぐらいのところまで、隊列縮めてるんですよ。ぶつかったらもう終わりですよ。こけてしまうから。ぶつかってしまったら、ぶつかって、相手もぶつかったら、まだ勝負わかんなくなりますよ。お互いこけたら。それ急いで起きて、もう一回、相手もこけとは、まだ試合、まだ勝てるかもしれんで、大急ぎで立て直さなきゃなんないんですけども、基本的にこけてしまったらもう絶対終わりだから、そこはリスク伴うんだけども、果敢にチャレンジした方がいいと。それは、阪神・淡路大震災を経験して、復興を乗り切ってきたり、いろんな、仕事の経験とかで、いろんなことを乗り切ってきたり、自分で弁護士さんなしで裁判買ったりとか、いろんなことを乗り切ってきた人間の究極の答えなんですよ。勝ちに行くんでしょって。そしたらもう勝てるだけの方法。それで負けて、何か失敗して負けたら、さあもうしょうがないじゃないって。もう全力出したんだからって。全力出して負けたんだったらもうどうしようもない。もうそれはもうしょうがないで生きていくしかないんですよ。人間どうせいつか死ぬんですよ。だから、生き方ぐらい綺麗に生きていきたいし、悔い残したくないでしょ。初めの一歩という漫画があるんですけども、ボクシングの漫画でね。主人公は、いじめられっ子の幕の内一歩っていう主人公で、高村守っていう、まあちょっと、ヤンキー風の、不良風の、先輩のボクサーに会って、で、彼はこう質問するんですよね。自分の中でも疑問を持ってるんですよ。強いって何ですかって。それ僕の中ではっきりしてるんですよね。強いっていうことは定義をまず定めなきゃなんないんですよ。例えば、医者が強いのか、農業か、農家さんが強いのか、工業関係の詳しい人が強いのか、何か特許とか発明を考え出した人が強いのか、それとも総理が強いのか、大統領が強いのかとか、違うんです。そんなもん比べようの物差しがないから無理なんですって。僕の中で強いは何かはっきりします。いいですか？世界中の政府高官から、経済界の役員の人たちから、芸能界の名前が通ってる人たちから、それを目指す人たちに向けてのメッセージです。強いっていうことの答えを私は持ってます。その定義は何か、どれだけ多くの人を助けてきたかですよ。どんな形でもいいんです。胸張って、あの世行ってから、輪廻転生っていう言葉までたどり着いた人たち、
もうそこの世界まで近づいた人たちですよ。いろんなことを知って。僕はその世界に近づきました。いろんなことを経験してね。酸いも甘いもっていう話でね。オウム真理教の死刑判決の時のどんな現象が起きたとか、今まで述べてきたことあります？知らない人は、その時彼どうなったのって、信じられないような現象が起きました。僕は言ったんですよ。統治がこのままじゃ成り立たないっていうことでね。最後、死刑判決は出てるんですけども、ずーっと放置されてる状態で、その死刑執行を本当に行ったら、また残った信者が報復行為としてサリン巻くんじゃないかとかいう、そういう一般市民への危険性を考えてね。最後、法務大臣 の死刑執行の判が押したら、その次の日かな、絞首刑、首吊り。足の元が、扉がガタッて開いて、ものすごい苦しんで、死にます。それが死刑です。それを13人分、僕は、いろんな怒りがあって、あれ、阪神・淡路大震災があった年なんですよ。サリン巻き寄ったんがね。こんなにみんな大変なことになってるのに、地震という自然災害で。そんな時に見計らって、罪のない、基本的に被害者加害者関係ないの、ない人たちまで行、対してテロ行為を行ったと。こんな奴ら許、もう死刑判決出たのになぜ政府は野放しにしてるんだと。見せしめがつかんっていうことで、ものすごい言ったんですよね。まあ、その頃が安倍政権の頃だったのかな。で、僕はその頃の髪の毛の長さが、前髪が髪の毛、眉毛隠れるぐらいで、サイドが耳にかかるぐらいが、ゾワ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 って背中からこう登ってきて、これ頭まで来て、もうここら辺から、その登ってきたところからもう全部鳥肌ですよ。ゾワ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 って登ってきて、ドハズテンを突き上げるっていう言葉ありますけども、あれ違うんですよ。呪われてるんですよ。髪の毛全部逆立って、ずっと逆立ちっぱなしですよ。とんでもない現象起きて、で、僕も慌てて、うわーってなって、親もうそれ見てびっくりして、親も動転して、鈴鳴らして、お寺さんとか鈴鳴らしたりするでしょ？魔除けみたいな形で。日本の文化としてそういう文化あるんですよ。で、そういうことをしたんだけども、まあ、全く効果なくて、まあ、それが一週間ぐらいそのゾワゾワして、そのゾワゾワしてる状態がずっと続いてる。で、僕はそれをあの世とこの世の境界線っていう形で、言ってるんですけども、そこまで僕そういう世界に触れてしまったんですよね。で、いろんな恨みつらみみたいなことがテレビ局に今までの結婚話云々全部含めて僕から見たらね、結局、淡い系ですけど結婚話した人間がテレビで出世して大金稼いでるでしょ。結局、阪神・淡路大震災を利用して芸能事務所を含めてテレビ局を含めてみんな金儲けしたかったのかっていう答えになっちゃうんですよ。各テレビ局に合わせてほしいって言いに行ったけども、どこもちゃんと合わせてくれなかった。芸能事務所行ってもね、セントフォースとかいろんなとこ行っても、セントフォースだったら良識派のはずだから、アナウンサーだし大丈夫だろうって思ったら行ったけども、全然やってくれない。で、どれぐらいこの世の中おかしいかって言ったら、テレビの全国放送のアナウンサーとかテレビ局の役員の人たちが、ね、法律に、法律のことをかじってるし、しっかりしてるだろうってみんな思うでしょ。全然違いますからね。納骨堂に関しては、これ法律、裁判の判決出てるんです。納骨堂、運営してるところが、納骨堂に納めさせた100何十万とか200万とか払って、納骨堂に、保管金でね、お金払わせて、骨扱ってたでしょ？それをお金返しなさいってなってるんですよ。裁判の判決が出て。わかります？損害賠償事件みたいな。形ですよ。だから、これね、社会的な常識人として、裁判所も神がかり的な力知ってる人、いっぱいいますよ。警察官の人。で、頭の中取った取られたとかね。そういう部分を含めてね。だから、人の骨まで集めて金儲けしたいって、そういうことなんですよ。そんなこと裁判所が認めるわけないんですよ。そんなこと裁判官が認めてしまったら世の中大変な世の中になりますから。あっちもこっちも金に明け暮れてっていう、そういう、形で裁判で判決出てるのに、テレビ局この間も、
今日が2023年の3月22日、ワールドベースボールクラシック、ちょっと前の時間帯に、日本が優勝したんですけども、まだ納骨堂の CM テレビ局が全国放送で放送してるんですよ。金欲しさよ。これが世の中の現実なんですよ。僕はそういうのと向き合って、それを説得して、やめさせていったりしてるんです。そういうこと。そんなこと山ほどしてきたんですよ。で、これはテレビ局への最後、やめとこうかな。ちょっと一旦話が、ちょっと違うので、スポーツの話の方で一旦ここで終了しますね。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。まあみんなその力理解したらね、僕は力貸さなくても自分たちで勝てるでしょう。自分たちでどうにかしなきゃならないときはその力、その方法で、乗り切ってください。力を貸してあげたりしてね。